火曜日、金曜日、パッチンで課金で。課金ね。課金。おかえりなさい、バンノケです。バンディです。バーン。バーン。はい、こんにちは。セル作り、11日目。今日は、アゲノジョーの他に、スケット、火曜、金曜は、バッティングセンターで、タッキーンくんが来てくれてます。はい、3人がかりでね、はいはい、今日はちょっと やりますけど、今日やること、内壁張り。はい。一人は丸ノコ、一人はタッカー。タッカーで、その、断熱材を止めていく。で、ほ、熱いよ。熱いよ。アルミアングル、買ってきてるので、よいしょ。よいしょ。こんな感じで、全然わけわかんないけど、まあ、止めていくと、あ、かっこよくない、割といいんじゃない割といいよね。ドア用のアルミアングルも買ってきてるんで、して、コーティングする。はい。まあ、そこまでいけるかな、いけないかなってところですね。これ、うん、斜めにカットしてもらえなかったんで、ホームセンターだと。自分たちで斜めカット入れて、ここのね、角の部分やんなきゃいけないんで、もしかしたらカットまでぐらいで、時間が来ちゃうかもしれないっていう感じですね。というわけでやっていきまーす。さあ、頑張りましょう。はーい。36度 ?37 度 ?37 度。うわー。これちょっと見たいんですけど。こんな感じか。この丸1って何ですか？こういう風にして切ってもらったの。ああ。両端1ミリずつ余裕持って切ってもらったの。切らなくてもいけそうだな。いけそうこれは2ミリなのに。こっちは切らないと。切らない方が綺麗にいくかもしれない。確かに。というわけで午前の作業スタートです。バンディはアルミアングル、アゲノジョーは内壁合板、カッキン君には断熱材張りをしてもらってます。今回いろいろ買ってきました。後でそれぞれ説明しますが、今までにかかった総費用は165,454円、15万円を超えました。材料費だけです。ギリギリ予算オーバーです。はい、ごちゃごちゃです。こんな危ないところで作業しちゃいけないですね。もうちょっと整理して今後作業したいと思いますが、卓上丸の子を初めて僕は使ってかなり手こずりました。まず刃の変え方から分かんなかったんで、これの持ち主がこれをスポンと取って、これを グローブにして取ってくれたんで、これで今何をしてたかっていうと、アルミアングルを、適当なサイズに切っておりました。パッキン付きビス、パッキンビス、パッキンドリルビスですね、はい、で止めました。で今こっち側を切っています。そして火曜と金曜、カッキンくんはこれを入れてくれてました。断熱材をタッカーで止めて、もう全部入りました。あと屋根だけ、はい、素晴らしい。板、内壁を上野城が切って、はい、中途半端に止まってますが、はい、まだ止めてない。これは止めてない。バットの調子が悪いのでちょっと、はい、これはもう重ねちゃおうという、本当はこう斜めに切ろうと思ってたけど、あ、こうか、まあ、こういう風にみたいな感じで、こう重ねても 0.8 ミリなんで分かんなくなるだろうという結論に至りまして、はい、長めに切っといてよかったと、はい、いうことですね。 OK、 じゃあ昼休憩に行きます。お昼ご飯、はい、休憩から帰ってまいりました。ただいま。午後の部は午前の部の続き、はい、やってきます。えい、そこのね、難しいカットは終わってるんで、引き続き作業をしていきます。アルミアングルの難しいカットは終わったので、作業がだいぶ進み始めました。めっちゃ上手になってきた。上手、ね、はい、バッチリバッチリ。これね、バリも取って、はい、ラメ付きの腕になってます。もう終わった。よし、じゃあこれをやってくれ。お、カッキーン君はこの日初めて会ったヤサオの友達なんですが、人見知りのバンディがすぐ仲良くなれた不思議なやつでした。アングルをコーキングするためにマスキングをしています。パッキンビス100本買ってきたんですが、どうやら足りなさそうだなとか言っている中、柳川にもアングルをつけていた。その時、ヤサオがあることに気づきます。てか、ここいいんすか？バリバリ向こうやんなくて。ほんまや、忘れてた。やっちまった。これ建築の外装材に使われる
我々向こう班を買ったんだけど、上に敷くのを完璧に忘れてた。忘れてた。6個しか止めてないからね。OK! どうせもう別なかったから打てなかったから。おいー結構、アクセつかないな。それはちょっと、一秒に読んでみますか。うん。はい。はい。今、アングルをどうやって止めてるんですか、これ。金属用のドリルバーをつけたもので、下穴を開けてですね、下穴というよりはもうアルミに穴を開けて、わあ。このカメラ回った時だけさ、さっきまでちゃんと、ま、やってたらしい。ちゃんとやってた。急にできない感出してるもんね。また俺ダメじゃんって言われるよ。いやいやいや、俺だってちゃんとやってるんすよ。はい、回りますね。ネジ頭用の下穴を開けて、おう。で、ピンコンカンコン。おう、スムーズ。来ました。おう、ここもここもコーキング最終的にはするつもりなんで、まあ、こんな間いっちゃいましたけど、許してください。さて、今日の作業時間も残りわずかとなってきました。さっきチャイム鳴ってたからね。キンコンカンコン。ドアできた。はまるかな。はい、皆さんこんにちは、バンディです。まあ、今回ね、いろいろ買い足したので、一気に材料費っていうのは跳ね上がったと思うんですけど、紹介してないもので、例えば、ラッシングベルト買ってたりとか、屋根の、長板がつく側じゃない側を止めるためのパチンジョ。強力なものじゃないと心配だったので、結構高いアルミアングルたくさん買ったでしょ？これも買ってるわ。ガルバリウム鋼板、白。これ裏面なんで、塗装してある鋼板買いました。確かに15万円は超えてます。材料費だけね。材料費だけなんだよ。高速代金とかもかかってるんだよ。工具だってね、僕持ってたわけじゃないんで、全部揃えてるんで。今日はドアが、まあ、ほぼほぼできました。まあこれね、コメントであったんですけど、進行方向に開くようにしたら、風入ってやべえっすよって僕もそう思うんですけど、煽りの中なんですよ、この扉実は。まあでも煽りの中でも、例えば、こうなってて、ちょっと開いてて、ここで風入っちゃったら、ここボコッとかなっちゃうかもしれないから、本当は逆の方が良かった。ここ煽りなんですよ、ここまで煽り。軽トラのあれが来るんで、まあ、ちゃんと閉めて鍵閉めるようにしてれば、まあ大丈夫かなと。屋根の裏側にも断熱材が入りまして、壁がつきましたよ。こっち側とこっち側。っていう感じですね。もうこれでもやっぱこう、枠がついたら一気になんか、雰囲気出ましたよ。今日も一日お疲れ様でした。ブンちゃん。はい。こんにちは。こんにちは。アルミアングルが入ったよ。天井ほらモコモコしてるよ。次回は、アルミアングルのコーキングと、天井のガリバリウム鋼板張りとコーキング。内壁の前、後ろ、屋根の鋼板張りです。まだ持って帰れません。そうなんだね。そうなんですよ。じゃね、次回目標としてはあと状態まで天井とドアをつけてないよう状態まで持ってきたいです、うん、そしたらその次車に乗せられるかなみたいな。なんであと2回。今日も暑かったよ、はい、お疲れ様。僕脇にできものできた後、できた後っていうかその前からベロにできものできてて、それをレーザーで切ったりしてて、その腫瘍がですよ、ベロの腫瘍が悪性だったら私は、やべえ。こんなことしてる場合じゃないんですよ。一応切ったけど。舌がんという人もね、コメントでこの間言ったけども、良くなってるといいな。そういう人が元気になれるように僕、一生懸命これ作るんで、これからもよろしくお願いします。この動画がいいと思ったら高評価です。チャンネル登録をしてない人がいましたら、ぜひよろしくお願いします。あげのじょうさん、火曜日、金曜日のカキンくん。カキンくん。カキンくん、ありがとうございました。もうね、コメントでもありますけど、あげのじょうがいれば俺でも作れるわっていう人がいるんだけど、いや、まあそうだよ、実際。僕も頑張ってるよ。頑張ってるよ。うん。というわけで、はい、いってらっしゃい。また次回も待っててね。また次回。頑張るよ。気持ち悪いのかな？そうだね、3人でちょっと持ってみる。
せーの、おい、おお、あーちょっといかんわこれは。4人の方がいいな。4人だな、うん。